畑のかかし、てるてる坊主。誰でもいいんだろう。今日も拗ねて、斜めを見てる。やってきました。展覧会の絵。こちらのね、一つ目のステージ、ヘタウマキュビズムなんですけども、一つ目のステージから苦戦しました。ここね、スタート直後から、大量のね、リッスン・トゥ・ミーと、ヨロと、ウサギンとかがね、ダッシュでね、私たちの城へと走ってくるんですけど、戦いながら、前へ進んでいくと。前へ進んでいくと、今度は、大量のツバメンズが、押し寄せてくると。このね、力もスピードもすごすぎ。で、ツバメンズが出てくる前に城を倒せばいいとアドバイスいただきまして、ツバメンズだってっていうか、すぐ出てくるよっていうか無理と思ったんですよ。もうね、ブルドーザーにならないと無理と思ったんです。ということで、我がニャンコ軍団、ブルドーザーニャンコ軍団の熱い戦いをご覧ください。では、ヘタウマキュビズムへ、いざ出陣。一気に攻めたいと思っています。あれ、大狂乱の向き足猫が結構足が遅いぞ。ちょっと大狂乱の向き足猫は置いて、ライオンと猫のとで行きましょう。ツバメが出てくる前に、勝利しました。ありがとうございます。では、二つ目のステージ、屋敷地獄絵図へ。いざ出陣。ここではガオーを出して、なぜならクマが出るようだからです。鈴を鳴らせというようにっていうか、鈴って本当に効くんですかね。こちらもね、すんごいね、大物連れて歩いてるよというのを、見せびらかしながら歩いてます。
が通り過ぎていきましたか。今何か負けました。でここもね、クマが出てくる前にということで、我らブルドーザーニャンコ軍団の勇姿をご覧ください。癒し系地獄絵図で再び出陣。もうとにかく攻めて城を壊しちゃわないとっていうね。もうこれもね、緊張しました。いつね、ブラックマが出てくるのかね、わかんない。遊んでる人によってはもしかしたらストップウォッチとかね、何か時計見ながらやってる人もいるかもしれないんだけど、私はちょっとそういうことはできないタイプなので、時計を見たら時計しか見れない、ゲーム画面を見たらゲーム画面しか見れないというタイプなので、測ってはいないんだけどね。もうずっとドキドキ、城を破壊するまで本当にドキドキでしたね。しました。続いては和尚のスケベな水墨画へ、いざ出陣。最初にゴンザレスが出てくるんだけど、ですぐ後ろから看板娘が出てくるんですよ。ゴンザレスに、あ、これ全部教えてもらったやり方なんですけど、これ全部教えていただいたやり方ですけど、しばらくゴンザレスをここでね、押さえたまま、ここで耐久して、で看板娘がたくさん出てきてからゴンザレスを倒して城を破壊するという、そろそろいいかな、そろそろいいかな。レコムートも行きました。これ一発で勝ったので、逆に失敗したらどうなってたのかはちょっと分かりません。で、次のステージは、1等3億5000万円。あ、1等じゃないな。1筆3億5000万円。これはどんな一筆を書いてもらえば3億5000万円の価値になるんだろうな。へのへのもへじかな。では、1筆3億5000万円へ、いざ出陣。あー、これ前回ね、いろんな名前で呼んでた、結構と勘違いして変な名前で呼んでたカエルです。ケロスケさんです。ケロスケさんがね、ものすごいね、射程の長さでね、足止めをしてくるので、止めきれないほどの数を出そうと思って、生産性をアップするコンボを組んでます。これで参ったかケロスケ、参ったかケロスケっていう感じで、
マイタカケロスケ。どうだ、マイタカケロスケ。勝ちましたでは、ヤンキー宗教画へ、いざ出陣。この変乱界の絵は癖が強いステージが多い。ブンブン先生一人だったら狙いやすいっていうのもあるけど、横にね、変にね、このね、切り餅軍団がいるからね、戦いにくい。これで壁番号切り持ちがね、こう綺麗にね、整列してね、ベルトコンベアから流れてくるようにやってくるんですよ。で、切り持ち軍団は、途切れることなく、ね、生産されて、で、ブンブン先生はそれとともに私たち後ろへやってきて、で、そこへ、メタルカオルくんがやってくるっていうのは最悪ですね。最悪のステージでございます。ではここでもまた我らブルトーザーニャンコ軍団の勇姿をご覧ください。ヤンキー宗教画へ、いざ出陣。しました。では最後のステージ、艦長の自画像。艦長の自画像へ、いざ出陣。いきなりね、バトルコアラッキョが歩いてきました。タコつぶれんの忘れた。もう10秒経ってて、今さら、もうこの、これに使った、もうこの、これに使った、なんだっけ。あー、誰もいなくなったぞ。大五郎だ、行きます。今さらやめることもできない。バトルコアラッキョにね、多少やられながら、割と体力が強い人たちと
波動に耐性のある人たちと一緒に来てるので、出た。出た。出た。みんな二人体制になりました。大五郎二人、前田刑事二人、クロノスも二人勝ちました。癖の強いステージでしたが、アドバイスのおかげで乗り切ることができました。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と、あと高評価もよろしくお願いします。皆さん応援してください。